書いてエグルって読むんですけど、この6人で、活動してまして、時にはですねこの後披露させていただくんですけど、エグルフォース、この白黒のチームですね、はい、と、エグルアント大阪、このなんかポワポワな夏やね、はい、あのチームでやらせていただいてまして、うん、はい、ここからはねちょっとそのエグルフォース、エグルアート大阪で1曲ずつ披露させていただこうと思いますので、まだまだ盛り上がっていってください。お願いします。はい、それでは先にエグルアート大阪からさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。エグルアート大阪です。拍手聞いてください。ずるい、見失わないように追いかけてます。
Let's go!
とうございます。ありがとうございま す。はい、ありがとうございます。ここでもう一度6人で1曲やらせていただけたらなと思います。エグルアート大阪、イエーイ。はい、ありがとうございます。皆さん、エグルのステージ楽しんでいただけてますでしょうか。イエーイ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではここで私たちから少しだけお知らせの方をさせてください。まずはピーコちゃんからお願いします。はい、はい、まずですね、4月12日、来週ですね、はい、12日の火曜日、19時から心斎橋ビッグステップさんの中にありますライカエジソンさんで、もしかしたら最後になるかもというね、定期ライブがあります。ぜひ、12日遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、一番大事なライブをですね、代表して夢のに最後も もう最近大活躍ですから。このキャラじゃないんですよボケッとしてるキャラはい、ラストはちょっと夢のに締めてもらおうと思いまして、5月6日にですね、心斎橋ビッグキャットさんにて私たち単独ワンマンライブが決まっております。イエーイ。ですが、そこで200人集めないと解散という崖っぷちでさせていただいてますので、はい、よかったら皆さんの助けに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにゲストでバーニーちゃんが出てくれますので、イエーイ、ね、そちらの方も応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではラスト1曲全員でお届けしたいなと思います。それでは最後聴いてください。ガーデン。
緒に盛り上がってくださって本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日終演後ではあるんですけども、5月6日のチケット、そして、特典券などを用意しておりますので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。それでは以上、私たちエグルでした。ありがとうございました。